西大垣駅は、岐阜県大垣式土町910にある、養老鉄道養老線の駅。養老鉄道本社や車庫を併設する、養老線運転業務の中核である。相対式2面2線のホームを持つ行き違い可能な、地上駅。中線がある。ホーム間の移動は、構内踏切を利用する。改札口は普段は閉められており、電車が来た時に駅員が開けて改札する。 かつては隣接するイビデン大垣事業場から貨物、引き込み線があり、昭和40年代まで使用された。線路や積み込み設備は長らく残っていたが、2000年頃、イビデン大垣事業場の再開発により完全に撤去された。実際には蒸気の乗り場番号表はない。蒸気の番号は列車運転指令上の合線番号である。 校内踏切を渡った先の1号線が上下副本線、駅舎側の2号線が上下本線となっており、2線とも両方向の入線、出発に対応している。そのため、行き違いがある場合を除き、上下両方向とも2号線ホームのみを使用している。1号線ホームは行き違い待ち列車及び車庫へ入出庫する回送列車が使用する。 西大垣駅の利用状況の変遷を可表に示す。初発の桑名方面行き列車は当駅を始発としている。また、車庫への送り込み送り出しを兼ねて、当駅大垣駅間の区間列車が設定されている。また、当駅で乗務員交代が行われることが多い。寄付一般県道237号が通じる。また、周辺にはいくつかの工場が立つ。 養老鉄道交通調査結果2018年11月13日実施養老鉄道2019年10月22日閲覧景観遺産景観自慢に使用がき駅ありがとうございます